所属車両西日本鉄道竹下自動車営業所は2020年3月21日に西日本鉄道雑所の熊自動車営業所を移設して新たに設置された西日本鉄道のバス営業所である聖火市場跡地近くの倉庫跡地に整備され開設直後は雑所の熊営業所が担当していた路線を引き継ぎ担当しているが将来的には 福岡空港や博多駅へのアクセス強化や、福岡空港発着の高速バスの待機場としての利用も見据えている。営業所表記は竹。管轄下に現地室待機の雑所の熊車庫が存在する。2021年4月20日現在の路線。終着、始発の設定がある停留場は太字で記す。博多区南部の板月団地を発着する路線。 県道112号線を経由し、博多駅と板き、雑所の熊地区を結ぶ路線である。長席時間帯のみ、金の熊発着が運行される。平日朝一本のみ諸岡線の間合いで41番、荒谷駅が運転され、荒谷到着後は、板月新橋まで改装され、44番、博多バスターミナル駅となる。一部の便は、雑誌の熊車庫が担当。 筑紫通りを経由して、福岡都心部と博多区南部、春日市を結ぶ、路線群である。基本的に大型車を使用するが、平日朝の天神行き一本のみ竹下線の間合いで、中型車が使用される。半数は、雑書の熊車庫が担当。雑書の熊管轄時代の44番は、福岡ター,アーハー発着が主であったが、竹下体幹後は、平日朝の上下3便を除いて、 博多駅、天神止まりとした。板月新橋発は41番、荒谷駅からの連続運行となっている。天神行きの終点は天神北で、天神始発は天神ソラリアステージ前からの出発となる。天神、福岡タワー駅に関しては、博多バスターミナルへは入らない。420番は、雑車の熊方面にも運行されていたが、竹下駅間の際に廃止された。 福岡都心部と竹下、いじりを結ぶ路線。46から1は磯川いじり六つ角間において宮竹を経由する。46番については折り立、いじり駅入口から五十川の道路が狭いため、竹下営業所発着の一部を除いて中型車のみを使用する。46から1番については大型車を使用するが、中型車を使用する便もある。 2020年3月21日のダイヤ改正で、新設の竹下営業所を発着とする系統を設定し、雑所の熊車庫、竹下間を減便した。天神北終点の便は、天神高速バスターミナル前に、停車の後、天神北に停車する。博多不当終点の便は、天神ソラリアステージ前に、停車の後、天神北を通過して、市民会館南口に停車する。 天神始発は、天神大丸前からの出発となる。西日本鉄道雑所の熊自動車営業所、竹河川線も参照。現行デザインの福岡空港内連絡バス、西鉄、福岡に、バス基地20年稼働。日本経済新聞、2020年3月31日閲覧。西鉄博多南部に、バス基地。AB、ダイヤ改正03。 21福岡地区、地区法地区。西日本鉄道株式会社。2020年3月29日閲覧。ただし11番は担当しない。天神台丸前は通過する。福岡空港国内線、国際線連絡バスに連接バスを導入。4月20日運航会し、将来的な旅客需要回復を見据えた環境を整えます西日本鉄道。 2021年4月8日、ありがとうございます。